んにちは。黒沢さんが、自衛隊さんへのエールをブログに書いておりましたので紹介します。ヤフーハゲニュースさんからです。黒沢俊夫が、土石流で救助活動を行う自衛隊員を、称賛。本当に頼りになる方たちだ。俳優の黒沢俊夫、77、が、5日、公式ブログを更新し、熱海の土石流で、懸命な救助活動を行っている自衛隊を称えた。3日に熱海市で発生した土石流では、3人が死亡、80人が所在不明となっている。現在も、警察と自衛隊は救助活動に当たっているが、黒沢は、今回の静岡県熱海市の悲惨な土砂流の最中、泥の中を人命救助して歩き探し回る体力は、自衛隊員の日頃の訓練の賜物だ。素人は一歩も進めないと簡単。また、自衛隊は、流行り病対策でも、大きな働きをしている点にも触れ、流行り病問題にしても、緊急事態のシミュレーションを常にしているからこそ実行できるのだと思う。本当に頼りになる方たちだ。と、その存在の大きさを指摘した。さらに、国会議員だと比較し、もっと自衛隊員を過大評価すべきである。口先ばかりの、人たちは役に立たない政治家は、心して見習って尊敬すべきだと思う。と、力を込め、自衛隊員の皆さん、本当にご苦労様、そしてありがとう。感謝。そして尊敬してますと綴った。ネットの反応です。本当その通りです。警察や消防など自衛隊以外の方たちも頑張っています。頑張っている人たちに愛を。自衛隊の評価がいいのは、喜ばしいことです。いや、本当ですよ。我々が安心して生活できるのは、自衛隊の皆さんがいてこそです。自衛隊を悪く言う人って、本当に少なくなったよね。こんな時に小泉純一郎は、脱原発、自然エネルギーの時代を、再生可能エネルギーの導入を強く推し進めるべきと、講演会で熱く演説したそうですよ。これについては、ネットで電気使うな。ソーラーパネルの処分は簡単だとでも思っているのか？親子揃ったあれとの声が聞かれました。最後に、自衛隊さんのツイートをみんなで見ましょうね。航空自衛隊浜松基地さんのツイート。活動中の災害救助犬。捜索を終え。リフレッシュ中。防衛省のツイート。添付の写真は、陸上自衛隊の隊員が、取り残された被災者がいないか。一軒ずつ、家屋を確認している状況です。航空自衛隊松島基地のツイート。松島基地は、7月4日、静岡県熱海市内で発生した大雨による土砂災害に伴い、部隊を派遣し、ドローンによる情報収集活動を行います。被災された方が、一でも早く、日常の生活に戻れることをお祈りします。そして、隊員の皆様が怪我がないよう、無事でお帰りいただきたいです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。